どうもです二条ひらめですす二条そして三条浜地どーいねってことでいないんですけれども <laughs> あの<ー笑>えっとまあ緊急事態宣言ということでね前まではあのちょいちょいハマチさんをこう家にお招きしてあの一緒に雑談とかしてたんですけれどもゲームとかもねやってあのー、アップしたりしてたんですけど最近はやっぱりなかなか こう取れなないいじゃないですかてか何かこうハマチさんいないから普段ねここだとあのタメ口なのにハマチさんいると大体この丁寧語でしゃべるからタメ口と丁寧語のバランスがなんか難しいんだけどそうでだからなんかこうであのズームを使って通話をしながらその雑談っていうのも実はやったんだけどあのそれがねどうもこうやっぱり微妙なラグで何て言うのかなそのハマチさんが こう変なな、まあ、くまだらない <laughs> あの面白さで言うとそうでもないボケをした時にいつもだったら僕がそのツッコむのにそのツッコミのラグがあるせいでハマチさんがもう不安になっちゃって自分で自分をツッコむみたいなでその僕のツッコミとハマチさんのツッコミがかぶっちゃっておいおいハマチあ、ええへへ,へみたいな感じになっちゃうのがもうね恥ずかしくて恥ずかしくてだったのでなかなか難しいですねなんて話を、まあ、したんだよねそうだから あの雑談もなかなかできないしと思ってでまあ緊急事態宣言開けたらとかなんとかって思ってたらまあ緊急事態宣言もなかなか開けないしで開けたところでねそのなんだろうもう完全ノーガードであのー、何でもかんでもやっていいっていう感じでもやっぱりないしってことでもうじゃあと。 どうせラグるんだったらもう徹底的にラグらせたれってことであのー、その浜地さん僕がまず一人でこうおしゃべりしてそれを浜地さんに投げて、えー、っとそれをこう浜地さんに投げてもらってっていうのを往復させようかなっていうことで、えー、っとちょっと今回はね変則的な浜地さんとの雑談をしてみようかと思った次第です。 前置き長いで <laughs> 1人1分ぐらいの持ち時間にしましょうかって言ったんで言ったんだけどもう気づいたらもう2分になっちゃっててどうしようかなじゃあトークテーマえーとーそうだな、まあ、緊急事態じゃあ浜地さんこの緊急事態宣言があるわけですけど緊急ではわっかやばい緊急だっていうふうになったこと教えてくださいあるでしょう僕はなんだろう小学校の頃とかだと なんかね、もちょっとあんま、その、お手洗いとか <laughs> の、やばいやばいやばいって思いながら帰るの多かった、大人になってから全然ないんだけど、多かったかな。なんか、あとは、緊急、結構遅刻の時とかも起きた瞬間は、やばいって言って、がばって言って緊急でわってなるんだけど、意外と、なんかもうやばいけど、これもうだめだなってなったら心落ち着けちゃうタイプなので、なんかそこはね、こう、 いまいち緊急に心がなりづらいタイプかもなと思ったりするんだけど、ハマチさんどうでしょうかというわけで、とりあえず一旦ヒラメでした。皆さん、こんにちは。二条ヒラメです。ヒラメかなヒラメじゃないよ。ハマチでもいイエーイはい、えー。というわけで、あの前回ね、ヒラメくんから、えー、緊急を感じたことがあるかどうか。 っていうね、あのバトンをもらったんで、えー、それを繋いでいきたいと思います。で、その前にね、あの前回なんか冒頭でひらめくんがハマチのモノマネをしてくれてたんで、えー、ハマチなりの、えー、ひらめくんのモノマネをぶっかましてみたからなっていう感じに、えー、なっております。 あの、耳障りだった方、えー、ちょっと、心底イラッとした方、本当にすいません。えー、お耳汚し、失礼しました。はい、えー、というわけで、緊急を感じることがあること。えーのね、前回ね、ひらめくんがね、なんかトイレ行きたい時とかに、あーって緊急感じたりとか、あと、なんか遅刻したの時とかに、あの、こう、緊急、緊急って感じで緊急を感じたりとか、っていうことを言ってたんですけれども、基本的にはまち、あの、トイレはしません。アイドルなんでね、海の。はい、えー、というわけで、えー、次、えーと、遅刻 うん。遅刻ね。えー、遅刻もハマチは基本しません。基本はもう3時間前行動。まあもう社会人として当たり前ですね。もう基本的にはもう始発に乗れないんだったらもう歩いてでも現地に向かって3時間前に、えー、待機しておく。まあこれはもう社会人として当たり前。うん、みたいな感じなので、なかなかね、緊急を感じることってちょっと少ないんだけれども、まああえて言うなら、そうだなうんと限定商品、なんだ、スイーツとかのこの日までみたいなやつを、 えーとすごい気に入っていっぱい食べてる時とかに「あもうこれ明日でなくなる」とかっていう時に「あじゃあ買いに行かなきゃうん緊急緊急もう緊急!」っていう時に、えー、緊急を感じたりするよヒラメくんそんな感じかなうーんじゃあハマチからそうだな次ヒラメくんに聞いてみたいことだいたいねもうヒラメくんのこといろいろ知ってるんだけれどもそうだなじゃあね コロナが落ち着いたらハマチと行ってみたいところはどこかな緊急で聞きたいですまたねトイレかな <laughs> <laughs> いやもうね何がもうアイドルやねんっていう話なんですけどもうあのいやどういうもつっこみがでもさあやっぱリアルタイムじゃないのキツヤどうもひらめであどうも <laughs> なんだよ、あのモノマネ <laughs>。ひどい <laughs>。まあ、しかもあれね、その別のチャンネルで青鬼で罰ゲームでやってても自主的にモノマネしだしたら、もう <laughs>、罰ゲームでもないのよ。それで、だから、いや、もう絶対にあれだな、そしたら、えっと、 朝6時待ち合わせで3時間前行動してほしいもう始発もない中歩いて6時まで来てほしいもうえー、っとなんだっけゴールデンウィークあじゃあ緊急事態宣言明けたらあれですよねえー、っとハマチと行ってみたいところ 浜地さんでも結局緊急事態宣言明けてもなんか忙しいとか言って釣れない態度をとるからなぁ。なんだろうなぁ。まあでもなんかあれかな。なんかシンプルにお酒飲みに行くとかいいかもしれないですね。なんか僕あんまりお酒とか飲まないけど。うーん、浜地さんとご飯もまあ、なんかランチとかを仕事の合間で一緒にすることあっても。 夜なんかこう一緒に食べることってあんまりない気がするからまあなんかそれをやったら結構こう幸せそのやっぱお酒をなんか外で飲めるのも一昔前は当たり前だったの一昔前っていうかちょっと前まで当たり前だったのに今それもね難しくなってるからまあそれとかいいかもしれないですねというわけでじゃあ浜地さんはえっと居酒屋とかあのお酒を飲むところでのおすすめのおつまみ教えてくださいよひらめ浜地だよ今ハマチは ホテルの最上階のフラワーバスに入りながらレインボーブリッジの夜景を眺めているそしてお供にはロマネ・カンティフ <laughs> はいえーというわけであの普通に家なんですけどまあねハマーチのセレブリティな生活をちょっとね今出しちゃってはーいえっ、ー、となんだっけひらめ何居酒屋のおすすめの おつま英ひレに決まってんだろ英ひレだよ英ひれ英ひレだけでいいんだよはい。えー、というわけで、あのね、ハマチね、英ヒレ絶対頼みますね。うん。あの、普通の会社としてはさ、なんだろう。ハマチに決まってんだろみたいなさ、言おうかなと思ったんだけど、なかなか居酒屋でハマチっていうメニューないよね。うん。で、ヒラメっていうメニューもなんかないよね。どうなってるんですか、居酒屋さん。うん。 ひらめくんとね、あの、こう、顔を見合わせながら、えー、喋ってるとね、いろいろこう、トークもより弾んだりとかしてね、で、もう、あって言ったらうんって言ってね、うん、イって言ったらのーって言ってね、<laughs> それだとね、話が <laughs>、あの、一生前に進んでいかないんだけど <laughs>、うん、ほら、あの、なんつうの、ボケたら突っ込むみたいなのさ、いつもな、こう、もうまるでピタゴラスイッチかのような、もう完璧な連携ね、 っていうのねなかなかこのリレートークだとねお見せで,できてないのかもしれないっていうこう不安はあるんですけれどもうーん早くねこう顔を見合わせながら喋、えー、ってでそれを聞いてもらってね少しでも楽しんでもらえるように、えー、世界が平和に、えー、なってくれたらいいななんて願いつつねえー、ひらめとハマチの、ね、このバトンリレーみたいなやつトークバトン、えー、終わりたいと思いまーすえー、みんなえー、ひれ たくさん食べてねハマチでしたはいエイヒレへの熱い思いありがとうございました <laughs> ってことでね。えっ、ー、と、リレートークやってみたけど、どうだったでしょうか。まあ、あの、これならでも一応お互い空き時間でできるし、結構、やっぱね、リアルタイムで突っ込んだりはしたいなっていう、そのピタゴラスイッチ、平浜スイッチしたいなとは思ったけどね、まあ、なかなかまだまだ厳しいと思うので、こんな感じでたまにおしゃべりできたらいいなと思うし、楽しんでもらえたら嬉しいです。そんな感じで、えー、お聴きくださりありがとうございました。ヒラメでした。ではではまたね